ルナちゃんの便検査400倍ですね。でこれで原虫が前にいたんですよね。原虫らしい怪しい動きをするものはいないと思います。ここに画面では倍率をちょっと弱めます。これでもなんかさ、なんか原虫いたら分かるみたいね。動くからちっちゃいのは。そういう怪しい動きをするものはいないですね。はい、この40倍、これでは原虫が分かりません。ただ中卵、寄生虫の卵ですね。卵があれば分かりますが、なさそうです。それから西岡反応があると黒かったり紫色っぽくかったりするんですけど、西岡反応もそう出てないんで、直接法ではイーベント。